こんにちはゆっくり霊夢です。こんにちはゆっくり魔理沙だぜ。7月に入り暑さが本気出してきたな。年を重ねるたびに暑さがひどくなるのは気のせいですかね。残念ながらそれは気のせいではないと思う。自然には勝てないからな。水分をとって熱中症には気をつけないとな。オリンピックが開幕する7月だが、シーズンも変わり目の時だ。移籍の情報も出てくるようになってきた。そんな中、清家選手の移籍先が発表された。まずはそのニュースを確認しましょう。Wリーグ得点王の清家貴子が WSL に挑戦。三笘薫在籍のブライトン加入が発表。なでしこジャパンフォワード清家貴子、27が、イングランドのウィメンズスーパーリーグ、WSL に挑戦することになった。ブライトンは4日、三菱重工浦和レッズレディースから清家を完全移籍で獲得したことを発表した。契約に関する詳細は明かされていない。浦和レッズレディースのジュニアユース、ユースを経てトップチームで中心選手を担っていた清家。2014年3月にトップチーム登録されると、翌シーズンから正式昇格し、なでしこリーグ一部新人賞に輝いた。Wリーグ創設後も浦和でキャリアを継続し、2023-24 シーズンは J リーグ記録の9試合連続ゴールを上回る実戦連発をマーク。22試合で20ゴールを挙げて堂々の得点を、最優秀選手賞をダブル受賞し、Wリーグ連覇に大きく貢献した。また、AFC 女子チャンピオンズリーグ2024のプレ大会となる、AFC ウィメンズクラブチャンピオンシップ2023、インビテーショナルトーナメントでも優勝の原動力に。代表でも地位を築く中、海外挑戦を決断していた。ブライトンの女子チームでマネージングディレクターを務めるゾーイ・ジョンソン氏は、清家をクラブに迎えることができて嬉しく思う。彼女は日本の最高レベルで豊富な経験を積んでおり、その経験が日本のオリンピック代表チームにふさわしい地位を与えている。清家と一緒に仕事ができるのを楽しみにしている。そして WSL で彼女のキャリアが発展していくのを見守っていきたいと思う、とウィリーグ得点王への大きな期待を語っている。なお、パリオリンピックのメンバーに選出されている清家は同大会後にシーガルズへ合流することになる。ブライトンの男子チームで三笘薫が中心選手を担う中、女子チームでは WSL 初挑戦となる清家に浦和時代のような中心選手としての活躍を期待したいところだ。オリンピック代表メンバー18名の中の一人である清家選手の移籍先が決まった。浦和レッズレディース退団から1ヶ月以上経ったからやきもきしましたけど決まりましたね。ウィメンズスーパーリーグのブライトンですか。男子では三笘選手が所属しているクラブとして知られているな。ブライトンの公式チャンネルでは三笘選手と清家選手のインタビューが載っている。ご興味ある方はぜひそちらをご覧ください。すでに渡英して契約など済ませてるようですね。潜在写真も撮っているし、一通りの手続きを行ってから来週なでしこジャパンのトレーニングに合流するのだろう。男子のブライトンは三笘選手などの活躍でプレミアリーグ中位のチームであることは知ってますが、女子はどうなんですか。創設自体は1991年と30年以上経っているクラブだ。2018-19 シーズンから一部リーグに定着している。昨年の順位は9位だった。どの年も大体この位置にいることが多いな。10位から下位のチームですね。ではここで清家選手の移籍に対するネットの反応を見てみよう。清家選手、移籍先が決まってよかったです。清家はゴールキーパー以外全てのポジションできるくらいのユーティリティプレイヤーですからね。メンバー登録が少ない五輪はもちろん、ブライトンでもそのユーティリティさは活かせると思います。応援してますので頑張ってください。優秀な味方が揃っていて、どこからでも質の高いチャンスメイクができた浦和を離れて、またウィリーグよりもフィジカル面でもスピード面でもレベルが高い FAWSL に参戦して、清家選手がどこまでできるか楽しみです。浦和のような維新伝心なコンビネーションは最初は厳しいと思いますので、より子が試されることになるとは思いますが、限界を突き破って成長しまくっちゃってください。清家選手が WSL でも得点取りまくる姿が見たいので期待しています。清家選手の実績なら WSL だと思っていましたが、ブライトンは驚きです。昨シーズンシティに勝って優勝を阻んだチーム、世界最高峰の WSL に日本人が増えるのは代表としても良い流れです。日本人、アジア相手ならボールテクニックだけでなく大柄、体幹、速さと身体的利点は生きたが、それが欧米相手にショットではなく常に通用するかな。チャレンジの見どころ。また一人 WSL 日本人誕生か。チェルシー、マンシー、リバプール、マンユー、レスター、ブライトン、ウエストハム、12クラブ中7クラブになった。一体何が起こってるんだ。ゴールキーパー山下さんはどこに行くんだろう。即戦力ゴールキーパーが欲しいところはアープスの抜けたマンユーとリバプールかな。ブライトンか
弱いからチャンス少なそうだな。まあその方が清家らしさが出るような気もする。ガンバ。ブライトン入団おめでとうございます。日本の点取り屋がどこまでできるか見せてくださいね。実績上げてもっと上のチームへ期待しています。清家選手にはやはり得点力を期待されているところもあるだろうな。1点でも多く取ってチームが勝利できるといいですね。そしてオリンピックに向けた動きも多く出てきましたね。パリ五輪の日本選手団の結団式が行われたので見てみよう。パリ五輪チームジャパン結団式開催。サッカー男女代表大岩剛&池田太志監督出席。国立代々木競技場第2体育館で実施。第33回オリンピック競技大会のチームジャパン結団式が7月5日に国立代々木競技場第2体育館で行われた。サッカーでは男子の大岩剛監督と女子の池田太志監督がチームを代表して出席した。男子は大岩監督含め29名、女子は池田監督含め25名がチームジャパンとして大会に臨む。男子は1968年のメキシコ五輪での銅メダル以来56年ぶりのメダルを、女子は2012年のロンドン五輪の銀メダル以来となるメダルを目指す。日本選手団は全員で393人となった。これで海外開催の五輪で史上最多となることが確定し、これまでの2008年北京大会の339人を大きく更新することになった。団結式にはいろんな種目の選手たちが多数出席しましたね。写真は旗手を務めるフェンシング女子サーブルの江村美咲選手とブレイキン男子の中来茂之選手だ。選手がユニフォームを着るとなんだかかっこいいですね。この団結式にアンダー23の大岩剛監督、なでしこジャパンの池田太志監督が出席している。あれ？さっきのお二人と同じユニフォームなんですか？そうだ。全く同じものだぞ。どうかしたのか？いや、なんでもないです。強いて言うなら違和感が強烈にあっただけです。そうか。そこは深く突っ込まないでおこう。ユニフォームといえばオリンピックで着用するものは普段のデザインと少し異なる。そういえば発表時のデザインと違いますね。パッと見、日本代表のエンブレムが日の丸に変わってます。Y3 と日の丸が中央ではなく、左右に配置されていますね。違いはこれくらいですか？あとはアディダスのトレードマークといえる3本線が消えている。ほんとだ。肩の3ラインがなくなってますね。なんでこんなに違うんですか？オリンピックの規定に抵触しないように変更されているんだ。具体的に言うとメーカー商標以外の商標を衣類や用具に表示することは一切認められないことになっている。となると Y3 はメーカー商標なんですか？コラボブランドだから商標と言っていいんじゃないかな？だからアディダスを思わせる3ラインも消えてるんだと思う。規定って細かいですね。さていよいよ来週からは国内トレーニングキャンプが始まる。オリンピックってだいぶ先だと思ってましたが今月開幕なんですよね。ほんと時が経つのが早すぎるぜ。さて皆さんはこのニュースをどう見ましたか？このチャンネルではサッカー日本代表を中心に情報やネットの反応をご紹介していきます。気に入っていただいた方はぜひチャンネル登録、高評価お願いします。また、このニュースに対して何か感じたことがあればどしどしコメントください。それではまたね。またね。